今週の世田谷テレビ第334回目ということで、今夜もシャッターチャンスですねの番外編、バレンタイン番外編です。よろしくお願いします。ありがとうございます。今日はですね、今夜もシャッターチャンスということになってるんですけれども、見てお分かりの通り、今日はちょっと写真とは関係なく、マウモトプレゼンツで、皆様に音楽をお届けできればと思います。今日のゲストはですね、リトルラウンジリトルトゥインクルさんのお三方ですね。よろしくお願いします。リトルさん見ていただいて分かると思うんですけれども、音楽のバンドの方で、ビオラのけいこさん、おもちゃ楽器のみゆきさんで、何でもできるキラさんの3名様になってるんですけれども、多分説明してもちょっと分かりにくいかなって思うので、ぜひ皆様に一度聞いていただければと思いますので、早速演奏の方をお願いします。はい、ご紹介預かりました、リトルラウンジリトルトゥインクルです。はい、はい、スノーウィーストーリーと TOT フェノメノっていう曲を2曲続けるんですけれども、スノーウィーストーリーは、僕と君と雪の物語の歌で、 TOT フェノメノが思い出せそうで思い出せない現象っていう、思い出せそうで思い出せない現象の歌です。抽象的な歌です。
くかすむ影に向き合えた気がして、しちゃって、私の自己紹介を忘れておりましてリトルさんファンの方はお前誰だっていう感じなんですけど、私あのここの世田谷233ですね、のギャラリーによく出入りをしております233写真部の真本と申しますので、司会をやらせていただきます。よろしくお願いしますっていう感じでですね、あでは、トークのコーナーということで何点かですね、あそうリトルラウンジリトルトゥインクルさんなんですけれども、アルバムをセカンドアルバムを最近出されたということで、はい、ちょっとお持ちしましょうかね。ありがとうございます。ありがとうございます。それをありがとうございますこちらですね、発売はいつでしたっけ。11月の11日、はい、11月の11日ですね、はい、そうポッキーの日ポッキーの日にあのセカンドアルバムを販売された発売されたばかりということで、はい、でこれちょっと見ていただくと分かると思うんですけれども、このセカンドアルバムのタイトルですね、読めますか皆さん。 HVIT、 そう HVIT なんですけれども、これ英語じゃないですよね、ノルウェー語です。ノルウェー語、はい、これちなみに何と読むんでしょう。ビートゥビートゥビートゥと読みます、うん、ビートゥってあんまり聞き馴染みのない。英語で言うとホワイトです。白という、白っていう、はい、なるほど。そうなのでアルバムも全体的にこう白い感じ で、ね、白というテーマで一回そう、はい、テーマで、はい、作ってみたかったんですけど、でもなんか僕だけ白なんですよ女子たちは、バレンタインからそうバレンタインタイン仕様なんかチョコ色みたいなすいません裏切ってすいません木田さんだけ白ということで、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。すごく、はい、11曲入りで、はい、充実したアルバムです。よろしくお願いします。絶賛発売中でございます。はい、でもこれ裏話というか制作秘話なんかを聞ければなと思ってるんですけど、まあ、白 B2 ということで、まあ、どんな感じのこう白をイメージして、純白じゃない白ですね。うん、白もね、その辺なんか開放的な白ってなんか走り書きがありましたよそのアルバムの時のノートの時になんか白って多分すごいいろんなイメージあると思うんですけど、うんうんうん、なんかちょっと白い真っ白い部屋だったらすごい閉塞的なちょっとイメージだけど、そういうんじゃなくてこうかなんか開放的な白で
まあ、雪の曲とかも入っているんで雪の白だったりとか、ね、雪の結晶は、うん、その無機質な白ではないじゃないですか、うん、それちょっとそんなだからちょっとややこしいんですけど、自分の中ではそういうのを随分いっぱい話し合ったんですけど、うん、なんかやっぱり あったかみっていうか、うん、あの今回のジャケットのもそうなんですけど、ジャケットもあのこれあの作家さんの作品で、その方も白い紙を題材にいろんな、うん、あのポップアップ作品を作ってる方なんですけど、うん、なんかねあったかいんですよね、うん、そういうところが、これがあのキットがついてまして、あのこういう観覧車を、うん、作れるんですよ。作れるんです。切って、そう切って飛び出す。多分ひろこさんというアーティストさんの作っていただいて、まあ LLLT の特製のこういう観覧車で、結構これ切るの難しそうなんですが、やると面白いんです。そう達成感すごいです。そう達成感で半端ないです。やったみたいな。でもこう集中してるのもなんか真っ白な気持ちって、これ後付けでもないですけど、はい。そういう、うん、なんですかね、うんうん、まあでも聴いていただくとそういう11曲なんですけど、そういう流れにはなってるかなと思っています、うんうんうん、まあ、CD にもそういう白をテーマにした、うん、まあ、音というか、うん、はい、うん、で作られてるっていうことですね、はい、うん、なるほどすごく勉強になります私もねこう最初に見た時に、まあ、まず読めないって思うんですけど、でもなんかね、うん、この 字の字面もかっこいいですよね、好きで、うん、なんかこれなんだろう、なんて読むんだろうっていうところから、まあ 入ってもらっても嬉しいし、でこれ劇場になってるんですけど、これ実物があるんです。で作っていただいたんですけど、これぐらいの大きさで、うん、ちゃんとこう閉じられるんですよ、バッって開くと飛び出す絵本なんですけどね、はい、そうです、これ、あと、まあ、あとで言いますけど、ワンマンライブが3月の2日3日にあるんですけど、その時でこれを、はい、展示させていただこうかなと思ってます、思ってます、なるほど、はい、すいません、ありがとうございます、楽しみにしていただいてどうもありがとうございます、はい、でもそんな感じで制作秘話をお伺いさせていただきましたけれども、あ、はい、ありがとう、今日はバレンタイン特別編、バレンタイン番外編ということで、ちょっと今夜もシャッターチャンス進めさせていただいてるんですけれども、うん、ちょっとまあ作品と変わりまして、バレンタインの思い出なんかをちょっと聞いてみようかなと思って、うん、バレンタインって多分あの男子側と女子側と全然感じるところが違うと思うんですけども、ね、ね、女子はなんかこう周りと気楽な感じで配っちゃえばいいかな、3対2ですから、あ、3対1ですから、ね、そう、圧倒的に不利、ちょっとこれ男子からの質問なんですけど、うん、あの女子ってあの人にあげるみたいな話ってするの、男子に、女子内で、しないんじゃない？なんか、あ、それなんか好きな人とかじゃな関係なしに、職場でちょっとあの、まあ、なんか人間関係を円滑にするためにだったら、なんか、まあ、あの人やどうするって、とりあえずみんなにあげとこみたいなところはありつつ、でも、うん、本命のことは多分一人でひっそりやるタイプですね。多分そうなんじゃないかな。いやだからあの、ちょっと話していい、男子的には結構あの俺2月14日ってライブ必ず避けてたんですよ。で今回ほら日程があれだったんだけど、いや近づくにつれ、あ、結構トラウマがあるんです男子って、バレンタイン、何かしら、誰しも、あのもらって嬉しい、一瞬嬉しいんだけど、その後どうし、中学高校ぐらいの時どうしようってなるの、うん、例えば浅野さんにもらったら、うん、次の日バレたら、うん、浅野とかさ、朝ちゃんとかからかわれるわけですよ、1ヶ月ぐらい男子から男子、そうそう男子から、うん、そういうことですか、でもらったことも気まずくなるし、みんなにいじめられるしで、ね、うん、あんまりね結構意外とあのうわーっていう感じじゃないんですよ、へだからもらって、ってね、女子からしたらそういう方がね、うん、嬉しいでしょ、うん、違うんですね、だから結構もらってこう
バレないように隠してるっていう繊細な思い出はある男子は多いと思います。そうなんです。でも嬉しいんですけどね、うんうん、やっぱりこうあれですか、学校の思い出が結構強い、まあトラウマになってるよね、うん、なんかあのね、学校であげたってないですよね、女子校だったから。女子校だったね。私たち。え、女子校3人？あ、嘘。本当に。ここ女子校ですよ。女子大。3人組。だから学校内でそういうのはない、ないですね。ないですね。あの女子内っていうのはありましたね。女子内は。女子校でもみんなんちゃって。先輩にとか。自分がじゃないですけど。ある。そう、あるよね。ありますね。そんな感じ。そこはあんまり突っ込んで、後で教えて。あ、でもね。男の人って14日放課後すごい残ってるって聞くんですけど、下駄箱にチョコが入るのを待ってるみたいな。冗談でね。冗談でなんだよ。それ実際にもらったら結構慌てる。なるほど。実際は違うっていう。でももらったら嬉しい。いや、もちろんそれは。でもだから自分だけの隠し事にしときたい方です。多分バレない方が、うん、もう行ったら最後行ったらバレる、はい、男子の中ではそういう。なるほど。女性側なんかちょっと今聞いた感じだと、うん、あんまり思い出なさそうな感じはあるんですけどいや、学校の時とかは、うん、なんかそう、まあ好きな人にあげた。え、学校、学校ですか。学校の人、もう学校の外の、はい、ああびっくりした。あげてんだ、うん、今カミングアウトかと思って。いや学校で好きな人にあげます。外、え、こう校門とかでこう待ってあげたりして。いや、なんかその近辺で会う時に待ち伏せして待ち伏せじゃ、待ち伏せじゃないですけど、あげましたよ高校の時とか。もうちょっと詳しくしよう。別の高校の男の子に恋をしてたみたいな。もともと友達だった人。超掘り下げてる。めっちゃ掘り下げてるんですけど。もともと友達で。あ、そうなんですね。勇気を出す。あとは、なんでそうなってる。自分の声がはしゃべるってやつね。その時は手作り。いや、まあ、寄贈買いました。これも結構あれですよね、女子の中では、うん、手作りをあげるのか、ゴディバをあげるのかっていう、お金かかってるものをあげるのか、手間をかかってるものをあげるのかっていう、どっちがまあいいのかと、喜んでもらえるのかなっていう。あ、手作りの方が嬉しいでしょう。そうなんですか。え、意外ですね。うん、え、そうですか。なんかだってなんか手作りあげたこと、手作り怖いみたいな、なんか手作り怖いみたいなありますよね。でも俺の友達ので、もうすんげえまずいのがあって殺意を。それで、で、そいつがずっと1年ぐらいいじられてたね。まずいチョコもらった。なんか女の子かわいそうね。せっかく作ったのに。あったあったあった。みゆきちゃんはあげた？え、私あんまり、あ、でも私その女子校に行ってた時に電車通学で、なんか多分大学生ぐらいの男の人がいつも同じ、なんていうんですか、のところに乗ってて、でなんか気になってて勢いであげたことはあります。本当にその場の勢いでしたね。でも 何もなかったんですけど、全然。それはその人が誰かっていうのは知らなくて、名前も何も知らなくて、毎朝あ同じになるから、なんかなんとなく青春ですね。そうで、あ、高いのとかはなんか銀座のピエールマルコリーニかな、なんかすごい高い4つでなんか何千とかするようなやつは自分用に買います。だって分かんないもんね。そう、分かんない。いくらとかね。マモスさんあげたんですか。いや、私もなんかもっぱら職場、まあ、みんなで相談して、じゃあ今年はやめようかっていう、あげるのやめようかみたいな方向で、昨日ちょっと作ってきて、あのこれに合わせてというか、皆さん来てくださった方に配ろうかなと思って、久しぶりに手作りをしたんですよ。女子力高い。でクッキーを作ってみたんですけど、250ワットぐらい
でやらないといけない。え、なんか首振られてる。ワット？どうじゃない？どうじゃない？ど？250度。280度。180度ですよね。そう、なんか180のところに合わせてやれみたいなこと書いてあったから、180度やったらずっと生のまんまで、なんかもう何を思ったか線まで上げて、線まで上げたんです。線まで。陶器、食器じゃん。そう。線度までガッて上げてやったら、え、線ってありましたよ。うん、え、あれなんだろう。じゃあワットじゃないですか。ワットですよね。250、500、うん、電子レンジでやった。じゃあ、オーブンです。オーブン、うん、オーブンレンジだから。ちょっとなんか分かんないことに、なんかミステリー的なことになってるんですけど、まあとりあえず線でやったら焦げたっていうことを言いたかっただけなので、そう、それがもう思い出、最近の思い出はそんなもんかなっていう。で、今日ちょっと焦げたやつを持ってきたんで。持ってきたんだ。食していただければ。食べよう。楽しみにしてます。そんな感じで、はい、ありがとうございます。なんか意外な思い出が盛り上がりましたね。ではそんな感じでバレンタインの思い出ということで、ちょっとまあチョコに関連した曲を次は、ね、演奏していただくということで、はい、次の曲は2曲やろうと思ってるんですけど、1曲目は PEA っていうタイトルの曲で、うん、これなんて、フェニルエチルアミンっていう、恋をするとなんか脳内物質で、うん、まあ、フェニルエチルアミンって言って、チョコレートでも食べるとそれが同じのが出てくるらしいんですけど、まあ、その歌と、うん、チョコレートの脳内物質と恋の脳内物質、うん、そうですね、が一緒ってことなんですね。そうっていう PEA っていう曲と、でもう一曲逆立ちレシピっていう曲なんですけど、うん、これはねこれはね、いろいろ、バレンタインな、今日バレンタインなんですけど、失恋ソングですだけど、失恋して悲しむんじゃなくて、もう私は逆立ちをしたって変わってみせるよっていう、歌詞になってるんですが、もうポジティブな、あの、はい、2人で歌詞を作ったんですけど、はいはい、もう嬉しそうにね、はい、こう叩いて伸ばしてこねてって、その振った相手を、ね、こうひどい歌詞を嬉しそうに作って、いやいやいや、僕のけもんだったんですけど、この間ずっと殴ってはないよね、はい、でもなんかこうそういうことをすることでもう前向きに、うん、そう、次に進むっていう、前向きな失恋ソング、前向きな失恋ソング、はい、その2曲をやろうと思います。はい、はい、では、はい、よろしくお願いします。
シピ。
お時間でございます。お時間でございます。ということでちょっと今回今夜もシャッターチャンスということで、ちょっと233写真部の番組をちょっとお借りしているので、告知をいくつかさせていただきたいんですけれども、ですね、2月の18日から28日で、これ日本写真芸術専門学校公認サークルシャトさんのメンバーによるワンテンフィルム 作品のグループ写真展ということで、デジャーブで、こちらが、ギャラニーリサさん、ここですね、ここのルームですかね、ルームで、2月の18日から28日までやっておりますの で、2月の23日の土曜日に、ワンテンのパーティーですね、予約不要でどなたでもご参加いただけるものになっているので、こちらよろしくお願いします。これが終わってから3月2日から31日までの、これはウォールですね、壁の方なんですけれども、毎年やってる鉄子的幸せの5、鉄道の子供、そうですね、鉄子ってあの てっちゃんですよね、そうてっちゃん、あの鉄道を専門に写真を撮ってる方、なるほど、そうで鉄子なので女の子たちが1,2,3,4,5に集まって、私小鉄って聞こえるけどそれは小鉄子なの、小鉄子あの男子はさ、俺なんかまだまだって大体言うんだけど、はい、俺小鉄だよって言うんだけど、あ余計なこと言ったよね小鉄子はいないですよね。ガチです。あ、本物全員あのパンタグラフ素晴らしいみたいな。あなんかよくわかんない。すいません。あのはい、そんな感じの子ですね。はい、がやりますので、とあとちょっと私が主催している233写真部から派生した233人部っていう、人っていうあの写真の冊子を作って展示しますよっていうのがありまして、これも3月の1日から31日までの、1ヶ月間ですね。ネクストっていうもので、ちょっと場所が違うんですけど、高円寺の駅前の4丁目カフェっていうところで1ヶ月間やりますので、これもよろしければ13名、14名ぐらい、かなり集まって、ね、作品も多分かなり初心者が多いんですけど、あの面白くなってると思いますので、これもぜひご覧いただければと思います。ということで、で写真部は以上になりまして、リトルさん、あ、じゃあ、アルバム絶賛発売中と、それからそうさっき言ってた3月の3月の2日3日に、2days、3ステージを、私たち3人とサポートがベース、トッツァン、ドラム、杉本清隆で、まだ発表してないですけど、バイオリンで阿部美代、バイオリンで星名由紀という7人であの、はい、本当に室内楽を3ステージやるので1時間半ぐらいを3回、もう音にまみれる時間になるので、もしよかったら、はい、これ3公演ともあのちょっと変えたりいろいろやったりしてるので、うん、はい、あとそうですね、あと、はい、リトル一応ホームページとツイッターがあって、多分 LLLT で検索かけると何かしら引っかかると思うので、はいはい、よければチェックして、あの頭文字、リトルさんの頭文字取って、リトルラジ、リトルティングね、長い打つのもね、こうやって、そうそう、LLLT でやってますので、はい、ぜひチェックしてみてください。はい、ワンマンライブ、投資券か、あ、投資券がもうあとね、残り少ないんですけど、まだ多少、はい、あの、そう、フリーステージだとちょっとお得に購入できますので、はい、まあ、よろしければ、はい、ぜひチェックしてみてください。お願いします。はい。はい、ということで、では告知終了ということで。告知終了。ありがとうございます。なんか23さんも写真部もよろしくお願いします。受け付けますけれども、23さん写真部もよろしくお願いします。500人集まると、今部員が480、そんなにだ、490ちょっとあります。毎回あの100人刻みでお寿司を食べに行くっていう。え、あ、お寿司ここで食べるらしいですので、それをちょっとやりますので、カメラピープルっていう SNS があって、そこで入っていただければと思いますので、お願いいたします。はい、では、ラストに、はい、じゃあ一曲、はい、最後に、はい、よろしくお願いいたします。じゃあ最後に、ちょっとでお手を拝借します。お手を拝借します、はい、皆さんに弱拍です。手拍子をいただいて、
非常に難しくて評判が悪いですこの手拍子でもめげずにで、あのブレイクだったりそう、音もやったりするんですけど北野さんがずっとやってますんで、あの見習って強い心で最後までお付き合いいただけるとストライプというね、ちょっと変わった曲なんですけど、はい、じゃあこの曲でお別れしたいと思います。はい、行ってください。はい、ワン、ツー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 、スリー、フォー。抽象的だったりの曲を選んできたり、はい、ちょっと熱い曲が多かったか、うんうん、
楽しんでいただけましたでしょうか。ありがとうございます。最後は繊細な、ワールドって言って、うん、はい、ワールドというちょっと繊細な雪の、うん、でも前向きなちょっとキュンとする曲なんですけど、じゃあ最後にやります、はい。